皆さんこんにちは。今日はマッサージガンをユーフィットさんから提供いただいたので、ことちゃんに使ってもらいました。ことちゃんにはですね、使ってもらった感想をその場で正直に言ってもらうのですが、僕は2週間ほど毎日使わせてもらっていたので、その感想も言いながら、商品紹介と合わせてことちゃんが使っている映像を楽しみください。ここでことちゃんに初見で使ってもらった感想をいただきます。はい、どうですか？はい、どうでしょうか？すごく振動がすごくすごいです。はい、いただきました。振動がすごいということなんですが、このマッサージガンを机などに向けると跳ねるぐらい振動しますということで、本当に振動が強いんだなっていうのがよくわかります。どう？めっちゃここまで振動、めっちゃ床がすごい。このように骨などに当たると体育館にも響き渡るぐらい振動しますね。隣に座ってる人もすごい振動来てるっていう風に言ってましたけど、そのぐらいとにかく振動が強いです。それではですね、レベルに沿った強さっていうのをことちゃんに味わってもらおうかなと思います。レベル1の感想は？感想、肩たたきの高速バージョン。はい、レベル2。どう？レジのドリルで回したバージョン。はい。レベル3。レベル3。はい。わあ、すごーい。あと肩とか、この鎖骨ら辺とか、あと首とか。レベル3でちょうどいいですか？私めっちゃ肩こりすごいから。レベル4は酔う。脳が揺れる。レベル2ぐらいがゆっくりの方が私はいい。なるほど。反対の肩やった方がいいと思う。そう、右こうやって上がるとこう固まっちゃうから。あ、じゃあこうだ。そうで、右やるときは左、そう。あと背中もできるよ。続いて背中をやってもらいます。ここでですね、やってもらってる映像を見ながら商品紹介と自分がやってみた感想を話していきたいと思います。僕はもともとマッサージガンっていうものをですね、よく使っていました。ですが、そのモデルっていうのはとても大きいものです。この実際に今使っているやつよりも2倍ぐらい大きいですかね。でも今回のこのユーフィットさんのリリーサーミニというのはですね、名前の通りとても小さい作りになっているので持ち運びがしやすいです。バレーボールの用意って少ないんじゃないって思う人たくさんいると思いますが、社会人になるとボールも自分で持っていかないといけないので意外と荷物が多くなってしまいます。さらに夏なんかは暑い体育館でやると滝のような汗をかくので着替えがたくさん必須になります。そんな荷物がかさばるこんな時にこの小さいマッサージガンはとても嬉しいです。映像を見てもらっても分かるように、このマッサージガンのサイズっていうのは手のひらサイズのような感じです。なのでリュックにスポッと入ります。リュックの外側に網網のポケットみたいなのもあったりしますし、小さなポケット外側についている場合もありますよね。あんなのにも簡単に入ってしまうので持ち運びが本当にしやすいです。基本的にはこのマッサージガンだけで持ち歩くことが多いですが、専用のケースもついてきます。この専用ケースの中にはアタッチメントを入れることができて、今つけているアタッチメントの他に3つ、ということで合計4つあります。形が様々なので設置面積が変わるので強度なども変えることができます。なので、使い分けができるので、その時々に応じたアタッチメントを持っていけば、いいと思います。そしてこの専用ケースっていうのはとてもコンパクトなんですが、さらに丈夫ということなのでそのまま持ち運ぶこともできます。
多くの人でシェアして使いたいなっていう時とか、トレーナーさんなど現場に持っていく時もとても便利です。でそしてこれはチームで一つ持っておいても荷物としてかさばらないので、試合や遠征なので使えてとても便利だと思います。この小さいがゆえに思うのが強さの部分、バレーボールでもそうですが、やっぱり体が大きい人のスパイクって強いですよね。なのでシンプルにこれ小さいからどうなのっていうふうに思いますが、先ほども振動が伝わるってことあったと思います。意外とパワーが強いです。太ももの横外側ですねだったりとか、すねの横すねの外側などにこのマッサージ感を当てると逆に強すぎとなる場合もありますので、注意して使いましょう。まあそういうことなので、このマッサージガンは小さいながらとても強いということで、普段使いなら全然問題ないですね。そしてこのマッサージガン、自分が使ってみていいなと思ったタイミングが3つあります。それが運動する前のアップのタイミング、そして1日バレーをし終わった後のタイミング、さらに寝る前風呂上がりのタイミングです。まあ、一つ一つ解説していくのですが、アップの時に使うと何がいいかということなんですが、やっぱり胸だったりとか肩っていうのは動かしていないと固まっていく感じありますよね。そこにマッサージ感を当てるとですね、可動域が広がったような感じがするので肩の周りが良くなります。さらに足、先ほども言いましたが太ももだったりすね、ふくらはぎですね、この辺を使うとやっぱり足が軽さが出たりします。なので1試合目の動きっていうのが今までと全然違う感じがしました。ケアで使う方も多いと思いますが、このようにアップのタイミングで使うっていうのもとてもいいと思います。そして2番目のバレーの後に使う、これなんですが、バレー終わった後から家に帰るまでの時間っていうのもありますよね。車で移動したりとか電車で移動したりとかあると思いますが、その時の足のだるさだったりとか体の重さっていうのがだいぶ軽減された感じがします。特にジャンプを多くして足を濃くした後は、帰り道だったりとか運転してる時ですね、足がつったりすることもありました。ですが使い始めてからはつること、そんなことがなくなりました。なのでやっぱりケアっていうところでとても使いやすいなっていうふうに思いました。そして最後、風呂上がりのタイミング、寝る前のタイミングですね、この時にやるとすぐに感じることとしては、足の張った感じがなくなるっていうのですね。これがあるのでとても寝つきやすい感じがしました。さらに一番変化としてわかるのが次の日の足のだるさです。このマッサージガンを使ってほぐした時とほぐしてない時では次の日の朝の張っている感じが全然違います。なのでこの3つとてもおすすめです。使う時にはぜひ意識してみてください。では最後にことちゃんから皆さんへのメッセージです。どうぞ。毎日お仕事している人、いつもお疲れ様です、はい、主婦の皆様、毎日お仕事頑張ってる皆様、はい、お勉強頑張ってる学生さん、はい、毎日お疲れ様です。お疲れ様です。疲れた後にこれをマッサージでやるとすごく気を取れると思います。なので買ってください。はい、これです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この商品は概要欄に貼ってあるのでぜひ見てください。はい、ありがとうございました。